できる歌を用意しましたので、はい、花は咲くという NHK とかでもよく流れる歌なんですけど、花は咲く、ね、ご存知ですか？皆さん、花は咲くご存知ですか？手が上がります。はい、手が上がります。ありがとうございます。この曲はね、東北の、ね、震災の復興支援ソングとしてもね、皆さんに耳にお馴染みの曲となってますけども、やっぱり私たちもね、何もできなくても忘れないでいることを続けようと思います。なのでこの曲をね、大事に大事に今踊っています。それでね、ぜひ皆さん知ってる曲なら ね一緒に歌って、はい、一緒に踊りませんか？行きましょうせっかくですのでね、フラダンスのハンドモーション、全て手話の要素になっています。全部ね、全て意味があります。だから、花は咲く、はい、こうやってつぼみを皆さん、はい、作ってください、はいはい、これでお花なんですね、はい。で、これをこのまま上に上げたら花は咲くっていう意味なんです。おー、ありがとうございます。はい、もうバッチリです。
バッチリです。これでもう一フレーズできます、はいはい、なのでちょっと皆さんちょっとサビの部分をね一緒に練習してみましょうか。はい、はいはい、じゃあお願いします。1、2、3、いきます。1、2、3。はい、ありがとうございます。すごい綺麗、綺麗です。いっぱい咲きました。じゃあ本番いきますよ。本番いいですか。何回も出てくるのでそうですね、できると思います最後は、ね、はい、ではよろしく。